和歌山市藩学校は、第二次世界大戦中の1943年に、和歌山県に設置された市藩学校である。本校は、和歌山県市藩学校、和歌山県女子市藩学校などの前身諸校を含めて、記述する。小学校教員取り立て学校級、和歌山県市藩学校旧和歌山市藩学校和歌山県人情。 市販学校和歌山県市販学校和歌山市販、学校球団支部校門前身の和歌山県市販学校から引き継いだ和歌山市松な町一丁目のコーチを使用した。吹上げコーチは、後進の新生和歌山大学学芸学部に引き継がれ、1986年に現在の栄谷キャンパスに統合移転するまで使用された。現在、 旧吹上げコーチの大部分は、和歌山大学教育学部付属小学校、和歌山大学教育学部付属中学校のコーチとなっており、市販学校時代からの校門が残されている。市販学校付属小学校のコーチだった部分は、1994年から和歌山県立博物館、和歌山県立近代美術館の敷地となっている。前身の和歌山県女子市販学校から引き継いだ。 海南市日方のコーチを使用した。休日型コーチは現在、海南市立海南中学校のコーチとなっている。ありがとうございます。